なんか、歌舞伎のシーンね、歌舞伎のシーンであれマジで練習したからな、本当に。そうだよね、あんなに練習したのにこんだけしかやんないんだあれ結構ね、練習して家でもビデオ見てずっとなんかやってたもんね、こうもずっとやってたんだけど ね、そうだね、大変だったな、楽しかったけど ね、通りはね、なんだろうな、やっぱね、馬に乗ってるイメージがすごい強いんですよ、僕ら乗ってなくて。馬ね、そうね、確かにメンバーで乗ってるのがね、通りだけだったんですよ。そうだね、で第1話でも乗ってるじゃない、乗ってた、やっぱその印象、うわ馬乗ってるこの人と思って、そう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 、馬で慣れてなくて馬がちょっと後退するんだよ何回か低下化されてるね、そう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 、でなんか結構決め台詞っぽく、お前たち、覚悟はあるのかみたいな台詞を、こう馬に乗りながら言うんだけど、馬がこう前後してんだよな、そう、ずっとフラフラ動きながらすごいシュールなことになってんだよね、お前たち覚悟はできてんのかっていうのが、なんか一番ちょっと情緒不安定な殿が一番なんか揺れ動いてる、あれはもう心境が現れてましたね俺もドキドキしてるぞっていう、あれちょっと面白かったあれはねちょっと恥ずかしいね、楽しかったね、もうちょっとね練習したかったね、そうだな、あれはね、まあ、時間ない中でっていうかね、さて、ね、そろそろ時間なのでね、何でしょう、エチュード試験に移りたいと思います、はい、ああ、これがこのこれがね愛花学園の醍醐味ですね、醍醐味ですよ、はい、まあね、で今回のテーマがありまして、はい、何でしょう、はい、今回僕たちが挑戦するテーマは、うん、バレンタインデーに火花を散らす恋がたきです、うんうんうん、うん、がテーマ、テーマ、これをテーマにエチュードしていきたいんですけど、バレンタインデーに火花を散らす恋がたき、恋がたきってことは、僕とバッチが、ライバルみたいな、ライバルですねってことなんですね、誰か一人の女性を巡って巡って、まあ、なるほど、はいはいはい、同じ人を好きになってしまった、なるほど、でね、この3枚カードがあるんです、あれ3枚でしたっけ、3枚のうちの2つ引いていただいて、お2つ、そのセリフを劇中で言わなくちゃいけない、言わなきゃいけないということですね、じゃあね、2枚、1枚引いて、1枚、ピャン、じゃあ見せてあげて、手作りチョコ食べたいなじゃあ僕も引きます、さ、うわちょっと待って、何で引かれたのちょっと喉の心配があって叫ぶのしてあげようかなと、ああなるほどね、分かりました、嘆きっす、なるほど上がりました、はい、これをこの2つのワードをエチュードで入れるってことですね、うん、はい、なるほど、これをね、まあ、これ どっちが言ってもいいんだよ、あ、両方言わなくていい、うん、2つ、あ、どっち、俺らが、あ、そう、あなたがこれ言ってもいいし、ああなるほどなるほど、まあ、バッチこっち言ってもいいし、そしたら成立するわけだ、そうそうそう、あ、2人がこの2つを言わなくていいってことね、そうそうそう、どっちかがどっちかを言えばいい、どっちかがどっちかも、なるほどなるほど、手作りチョコ食べたいな、そしたらですね、エチュードどうしようかね、まあ、場所っていうか年、学生やっぱり、わかりました、村、おお、うん、ずいぶん小さなね、村ね、にじゃあ、私がその村に入って、2年目の男をやります、おお、で、相葉さんが新人で入ってきた1年目の男、まあ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 新人同士なんだな、うん、2年目と1年目でそうですね、微妙にでこっちはもう、こう1年以上のこう時間があるんで、村でな、村って小さい小さいこう村で、でそこの村でまあバレンタインデーというその風習を新しく取り入れて、なるほど、好きになった女に告白をしなきゃいけねえという結構細かく作るな、しきたりにしましょうありがとう、なんかすごい結構細かく作ってくれて、うん、ありがとう、じゃあやりやすいね、そのでしょ、うん、ありがとう、ありがとう、じゃあどうする、どうする、板付き、あ、まあどうでもいいんだけどさ、どっちが、じゃあ決めていいよ、バチがこうちょっと入ってきて、分かった。はい、分かりました。なんとかしましょう。あ、じゃあチンいきます。はい。よーい。お。おめえが1年目の男が。あ、お疲れ様です。お。まあ座れ。今日って。
なんか今年から始まるなんかバレンタイン祭りみたいな日ですよ、ね、今年だね、去年から始まったんだよ。すいません、なんかあの1年目なんでちょっとまだちょっとよく分かってないんですけど。分かってないか。あーと、じゃあわしが村長からこうなんか説明しとけって言われたからな。あ、村長から説明、説明しとけって言われたから私すっからよ。はい、よく聞いとけ。聞いとく。ちなみにおめえあれだ、好きな人はいるのか。いるって聞いたぞ。まあね、そうですね。いるっちゃいるらしいな。いるっちゃ、お前そんな1年目でこんな村の小娘を好きになるなんて、お前どんだけハレンジなやつかわかんねえけどな。で、まあいいわ。とりあえず話聞け。な、去年からな、あのわしらの村の中だな、あの外の国って書いてこう外国。外国のあの12月13か14にあるな、あのバレンタインデーっていうな、文化を取り入れようっつって、で去年のな12月13か14ぐらいの日にあの好きな人に告白しようっつって、な、本来あの男の人がなんかチョコをあげるらしいんだよ。ではあ、なるほど。最近のなんかどっか日本の都会の方ではなんか女の子があげるっていうなんか習慣があるらしいけどな。あ、2年目ですよね、あなた。ああ、なんか随分馴染まれてるなっていう。でも長いからな。長い。すごい密は濃いのよ。あ、2年の中ですごい。すごい濃いのよ。僕まだちょっと1年目なんで都会のその言葉が抜けてないんですけど。抜けてないよ。な、抜けてないんですけど、あのだいぶ馴染んでるな。女の子あれだろ、わしと同じ、あの、あきみちゃんだろ。な、え、なんで知ってんすか。いや、もう女の子一人しかいねえもんよ。あけみちゃんしかいねえもんよ。あっちゃな。で今回そのあけみちゃんにな、あの俺はその2年越しでこう去年から始まったその風習を言ってんだけど、一回失敗してっから。あ、もうじゃあアウトじゃないですか。今年リベンジだよ、だから。いや、もう僕の勝ちっすよそれ。いやいや、今年リベンジなのよ。リベンジ、リベンジなのよ。いや、ちょっともう、あけみちゃんは僕にください。いやいやいや、もう、もう負けてるんですよ、その人。俺の中でな、その、まあ、一年間、こう、一緒に、こう、関係性を築き上げたっていう強みがあるからな、今回はやれると思ってんだけど、そこで、お前、一年目の、なんだ、名前なんつったっけ？あ、僕ですか？あ、僕、ひろきです。相葉ひろき？相葉ひろき。相葉ひろきが入ってきたことによってな、こう、俺の中で心がざわついてんのよ。ああ、そうでしょうね。まあなかなかライバルもそんなにないですからね。なあ、はあ、あきみちゃんのチョコ食べたいなってな。あきみちゃんの手作りチョコ食べてんだよ。ああ、告白が成功したら、あきみちゃんの手作りチョコがもらえんのよ。なるほどな。でもそれじゃもらえないんじゃないかな。今回な、しきたりのそのルールの一つとしてな、はい、投げキスを3回やんなきゃいけねえの。ああ、3回やってから、自分の言葉でその、まあ、今回だったらあけみちゃんよ、あけみちゃんに自分の思いを伝えるっちゅうね、あことを言わなきゃいけないの。なるほど、ね、シンプルで言ったらまあ好きとか、好きとかそういうことだよ、うん、な、都会の言葉知らんけど好きでやってますよ、その好きでやる、そう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 、だからな、うん、それを今回、うん、まあ新人ちゅうことで先に言わしやからいいんすか。いいよ、師匠。あけみちゃん、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 ちょっと、そこに立っとって、あの、な、あの、いや、村長、今やんなくていいよ、それは。あけみちゃん、今、その、魚釣りは、魚。村長、それはもう、だ、草刈りはいいからよ。イナゴが来る？いいよ。あけみちゃん、明日みんなでやっから。あけみちゃん待ってるから。あけみちゃん待って、あけみちゃん待って。詐欺やん、詐欺やんしゃ。あけみちゃん、今ちょっとなんか、やりんしゃよ、あの、なんかそう。うん。やっと、やりな、やりな。うん。あの、あけみちゃん。好きです。投げキスください。やった。もらった。やった。やった。ダメだ、ダメだ、ちょちょちょ、ルールが違う。さっき言っただろ。投げキスを3回やってから自分の思いを伝えるって言ったやろ。あ、僕間違えてました。違うよ。投げキスを3回やんの。あ、俺がやって。そう、3回投げキスやってから。自分の思いを伝えるっていうのが話やんな。もう間違えちゃった。じゃあ、ちょ、もういいっすよ。いいっすよ。もう先輩やっていいっすよ。もう、だってもう、あけみちゃんなんかすごい、なんかもう、なんかぼーっとしちゃってますもん。なんか、何が起こったのか分かってない状況になってますもん。あけみちゃん、もう一回やってもいいか？あけみちゃん。うんうんうん。今、こいつ新人だからよ。なぜなんか、そう。分かんなくて。ほら、もうさ、早く3回投げキスしてから。あけみちゃん、なんか、おうよ。すごい。